この間さ、はい、ヨピピが来てくれたじゃん、うん、って私さコメント見てたの、うん、でヨピピ会の3本目の、うん、動画のコメントでね、うん、あの時さまゆしんちにヘルシオさんが来て、はい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 、そのお菓子作りをしてますとか、うん、あとまゆしがお土産くれたよとかそういう話をしてた回のコメントを見てたらさ、うん、ちょっと笑っちゃったのがあってちょっと今探すね。なんだろう、あった。その時ね、はい、あのヨピピが、うん、あのまゆしんちにお邪魔して、うん、まだその前使ってたレンジが、うんうんうん、なんか玄関のところに置いてあるって、うん、まだ粗大ごみとして出す前のやつね。あ、そうそう、まだ部屋にあるっていう話をしてた時の多分ことなんだけど、はいはい玄関に追いやられた旧電子レンジで目が行くなんてヨピピ目の付けどころがシャープだねって私もそれ見た。あ、見た見たこの人おもろいって。ちなみにシャープ、シャープではないかな。ではなかったかかな。ちょっとこれね、ほんとくすってくすってきてしまったよ。面白いね、みんなのさコメント力すごくない。本当にマジでね、大喜利会もさ深く触れてないけど、あ、そうね、それも撮ろうね。みんなたくさん送ってくれるじゃないですか、うん、予想以上の数に私はびっくりしたよ。いや、マジで本当ありがたい。ありがたいね。なんかダメだ、私これ好きなんだよね見ててね、笑えるって素敵ね。本当素敵ねコメントも私やっぱ見ちゃうもんな。更新されてしばらく経ってめっちゃ見てる、うん、みんな見てくれてるんだっていうのにプラスアルファ、うん、どう思うんだろうこれに対してとか。あ、確かにね、そうなんだよね。うん、もうもちろん YouTube に限らず、うん、SNS やってるから我々って、うん、インスタ始めたじゃないですか。あ、はいそうな、ありがとうね、早速反映してくれて、うん、そう、この YouTube の概要欄にも載ってますので皆さんよろしくお願いしますね。お願いします。 ありがとうございます、お願いします。もう完全に趣味の、そう、使い分けようと思ってさ、 Twitter と、はいはいはい、Twitter はなんか仕事の告知とか、うん、そういう関連のにして、うんうん、インスタは完全に私が好きなものとか、うんうん、お洋服とか、うん、そう、絵を始めたの。すごくないあれ。ありがとう、 LINE くれたよ。私さどっから引っ張ってんだろうと思ったの最初うんうん、うん、でもどうやら違うな、これは描いていらっしゃるな、うん、と思って。そうなの、カキカキして絵の才能もありなんですね。本当にありがとう、うん、でも本当ちゃんとやり始めたのインスタ始めてからだから、本当数日、数日よ、うん、でなんかさ、最初は服のデザインとかが好きだったから、そのデザイン画とかね、お洋服のモデルさんに服を着せて、なんかこういう服あったらいいなみたいなやつとかを、もう頭の中のやつをもうこうやってで形にするのすごい難しいなって思って、まあ何事もそうなんだけど、なんかってなったら、もともと色の組み合わせとか好きだったんだけど、でも色の組み合わせでさ、例えば紫と緑だったとしても、紫もいっぱいあるし緑もいっぱいあるし、なんかうわ無限大と思って、超楽しいって思って。インスタ映えする絵をしかも描くじゃない。ありがとう目回るって言われた、でも友達にあのなんか枝、うんうんうん、枝、私木の幹、なんか植物の、植物って生きてるじゃない、うん、植物が生きてるけどちょっと排他的な、うん、なんだろうな、あ、お花にする、お花だったら、うん、もちろん生花も好き、うん、好きなんだけどドライフラワーも好きなの、うんうんうん、そう、干からびてる方も好きで、はいはいはい、そうそう、でその木の方もなんかこう生き生きとしたなんかみずみずしい感じじゃなくて、うん、なんかもうすごいよじれてさ、何の木みたいな木が好きなの。あ、でもないんだよねきっと、私が好きな木って、うん、どこにもこの世には理想とする形のものは存在しないよってこと。そう、だから描いたって感じ。ああなるほど、アウトプットだアウトプットそうそうそう、すごいね。それをでもさ、うん、脳みそにあるものを絵に起こす、うんができないから私。でも文章でできるじゃない。文
章が違うよ。いや私は文章がすごいと思うけどね、言葉で表現できないから絵にしてる、ね、その感覚か、きっときっとそうなんだと思う。そういうことか。方向は一緒だったと思う。何をどうすればそうなるのかが分かんないんだよね。あでも私も感覚よ。もうなんかあの勉強したわけじゃないから、うん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 、あのなんかでもこの線を描いてて、うん、こういう角度で曲がったら好きっていうのの積み重ねって感じ。なんか好き好き、あこれ好き、あこれ違うから消す、あこれ好きもっといいじゃんみたいなのでインスタに上がった絵になってるって感じ。色もそういっぱい試して、あこの方がなんかしっくりくるな自分的にって。すごいね。多分ちゃんと勉強してる人から見たらなんかもうしっちゃかめっちゃかなんだろうけど、感覚は完全にアーティストだね。あ本当になんかそんな気がする。こんな感じなのかな、うん、だから多分しっちゃかめちゃだけ、しっちゃかめちゃかだけど私は好きっていうのを思う。でいて、でもあの一個、うん、私マンドレイクって書いて載せた絵があるんだけど、うんうん、あれはハリーポッターを見ながらなんかそうだろうなって思ったよさ。そうもう本当にどんかぶりだからさ、その時期私が描き始めた時期と、うんうん、でハリーポッターをもう見ながらっていうか聞きながら、うん、でやってた時にちょうどあのマンドラゴラ、うん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 、マンドラゴラだっけ、うん、を引っこ抜くシーンが出てきて、うんうんうん、あ可愛いと思ってそれ私なりに書いてああなった。すごいあのうるさく泣くやつでしょ。あそうそう、うん、イーって、うん、ネビルが気絶しちゃうやつ。そうそうそう、そんな感じかなって思った。あ本当もうさすが、もう感づく、感づいてた。いつかマヨシーが、うん、脚本してくれたうん、やつとかに絵つけられたらいいなって思って。え何それ、絵本みたいに最高じゃない。そうただ多分めちゃくちゃ時間かかるから、うん、長い目で見てほしい。制作期間2年以上必要だね。2年温めて。でもねそのくらいちゃんとやってみたい。一回いいじゃない。しかもマヨシーの本でやりたいの、うん、絵本向き。あそうかも、うんうん、いいね。やりたい。絵本作るか。書いてくれるの？書くよ。マジで？うん、マジで、うん？対象年齢によるけど。ああ。でもめちゃくちゃちっちゃい子じゃないだろうな私が書く本。そうね。でも大人向け絵本も好きよ。うん。てか絵本、絵がついてる本ってだけで、うん、お話はもうマユシーの好きな感じで。私最近ね、うん、書いてる本がもう概念みたいな本が多いの。概念なんか答えを出さないでふわっと終わらせて、うん、こっから感じ取るものなんですか、うんうんうん、でも答えは別に用意してないんですよあなたが感じるものが全てみたいな本が多くて、うんうんうん、なんか 2,3 作続いてて好きよ好きそう。もうめちゃくちゃ好きよ。そういうのにはすごい合いそうだなこの絵とは思うし。あ本当、うん、うんうんうん。あと、うんうん、それ偏っちゃってて自分が最近。いやなんかさでも似通ったのが続くことってやっぱあるあるなの、うん、あるある。あそうなんだ。だし、うん、そうだね寄ってっちゃうてか自分の脳みその多分向きがそうなってんだろうね。そっか。テイストだから書く時期とかすごい大事だなって思ってる。面白いね。へ、うん、すごいリアルなもの書きたい時期もあるし、うん、ふわっとしたやつ書きたい時もあるし、うんうんうん、なんかよくわかんない全然急展開迎えるファンタジーみたいなの書く時もあるし、うんうん、自分で読んでて面白いもん。なんか時系列順に並べた時にあこの時期やばいな私みたいな思い出すよね。なんか、うん、あの時ああだったなみたいな、うん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 、そうなんだ。じゃあ今はその概念的な感じなんだ、ね、ちょっと早く抜け出さないといろいろ影響を及ぼしそうだから。そんなにすごい。いや今たまたま抱えてる、うん、数が重なっちゃってるってのもあるんだけど。本当に大変だって今さっきまでパチパチしてたもんね。iPad。ごめんね。いや全然全然全然よもう本当にすごいのよ。ちょっと絵本計画が、うん、上がりましたね、ね今回ね。そうだね、うん。ちょっと長い目で見てやってこっか。めちゃくちゃありだと思う。うん、でもこうなるともう内容の話までしたくなっちゃうんだけどな。次に回す？そうしようか。オッケー。はい、ということでここで新しい企画絵本計画が誕生しました。でもいつになるかわからないからちょっと気長に私たちもマイペースにやっていこうと思います。お楽しみに。バイバーイ。